どうも皆さんこんばんは、ゆりかげです。今回もビアバイオハザードビレッジやっていきたいなと思います。前回ですね、このハンドガン M1911 のそこそこ、てか普通に強めのショットガンじゃねえや、あれね、ハンドガンを手に入れたんで、ただお宝とかもう存在し、各所に存在してるんですが、まあ、あとは移動なんかもあって、まあこういうのはどうやって行くのか分かんないけど、まあ後々行けるのかな、分かんない、後々多分行けるのかな。まあなので今回はその城、次のね四貴族の2人目、人形使いのドナの館かな、館に向かおうと思います。おいしょ、あ、お金だ。まあ殺しとくことには価値はない。まあいかにも落ちそうな橋だな。マジでこれって本当に崩れても本当に、え、何、え、ミア、そう、リーさんついてきて、伝えることがあるの。ミア、え、そんなわけ、そんなわけ、そんなバカな、本当だよ。なんか一個本当に不気味だな。こっちとか行けないんだ。ローズは普通じゃない。イーサン、なんとかしないと。行けない、こっちも。何なんだこれは。気味が悪いな、俺。みんないなくなる。向こう行けそうだけどな。そんなの耐えられない。ミアなわけない。なんかちょっとなんかバイオのような、なんかミステリーに近いような。あ、ベネビエント、1987年から1996年。ここは何なんだ、墓地。どうかしてる。なんかバイオとはなんかちょっと違うね。思い出を捧げよう。なんかバイオとなんかのようなちょっとゾンビパニックみたいな思い出。これなわけないよな。どれ思い出、どれ、もう鍵じゃないよな。ローズのフロス、これ家族写真、あ、これな、ん、これで開くの、どういうことだ、え、どういうこと、思い出を誘い、っていうか思ったけど家族写真入れちゃったけど大丈夫、お、家族写真返せよ、おい、なくなっちゃったじゃん、おい、写真返せよクソ野郎、クソが、意外にしろ、大切な思い出だぞ。思い出を奪うんじゃないよ。なんかこう、なんかバイオとはちょっと違うような雰囲気だね、なんか。え、何？おい、停電。止まるな、エレベーター。あ？なんこれ。さっきこんなの書いてあったっけ？ Come with me, Ethan。一緒に来て、Ethan。は？どういうこと？なんかバイオ、なんだろう、これまでと違ってなんかちょっとだろう、そういうゾンビとかのの言えば人間的な恐ろしさというか、ミステリーって感じだよね。ビネフィエントってずいぶん滝が流れてる。いやでもなんか
なんか石馬ってこういうところ一回なんか住んでみたいよね。行ける横、横なんかあるかな。なんもです、なんもです。では失礼します。いやもうこんな人の家家堂々と入っていいのかわかんないけど、あこれ靴、靴かこれ。いや靴じゃねえやな、なんだこれ、靴なのかな、わかんないけど。入れはしない。2階とか行ける。ああ、これあれか、その4貴族のの一人、このドナ、こう見ると結構うつ、この普通のドナっていう人結構普通に美しいよね。普通に何歳なんかは知らないけど何歳なのかは知らないけど、調べられるわけでもなく、はい、何も入ってない。すごいね、ずいぶん綺麗だ、綺麗というか整理整頓がされているな。よいしょよいしょ、何なんだろうこれ。てかこの写真なんかさ、あれだよね、その夫人の城にもあったよね。何なんだろう、旗が飾ってある。旗？旗っていうのかな？タオル？いや、わかんないけど、うん、そういう詳しい知識は、俺、皆無だから。やべえ、窓割りてえな。あ、こんなところに防弾ガラスを使ってやがる。うん。なんかヨーロッパの方では、なんかこういう、なんだろう、玉ねぎっていうのかな、玉ねぎかわかんないけど、こういうの野菜とかを吊るしたりってするっていう感じなのかな。わかんないけどね、知識がないから。そういう、何も入ってない。あ、閉めよう。あ、行けない。下行くのかな。なんかちょっと不気味だよね、なんか。月。見事な月だな。おいしょ。いや、いや。は、は。いや、こん。いや、思ったけど、この壁、壁強くね？配電盤か。うん。何なんだろうこれ。調べ、ん？酸化植物アルカロイド。なんだそれ。なんだそりゃ。ああ、これなんかあれだよね。なんか映画鑑賞とかするときにこうやってモニターでこうやって。映画館とかこんな感じで、昔とかこんな感じでやってたかな。わかんないけど。昔の、入れない。これドナなのかな。ん？なんか不気味な音楽鳴ってるな、なんか。お、ラジオか。もうもらっ、あ？ちょっとトイレでしょ、あれ？いや俺は待ってない。あ？何？待て、俺の銃は。あ、アイテムが全部なくなってる。ふわ。さっきこれがついてたんだ。アイテムも何もない。とりあえず調べていこうか。セーブ。セーブ、これ重要ね。あがないと調べられるわけでもなく。何かはめる、はめられそうなくぼみがある。ん？なんだこれ。
こっちも変えられるわ。まあまだいけないんだろうな。どうなんだろう。で、あら、鍵がかかったら、なんかね、なんかこういう式のキーロックなんか主流なのに。なこれ。イーサーが映らない。何この不気味。調べられないこれ。うん、でもあそこでの鍵に合うわけないもんな、ゼンマイが。よいしょ。他に調べる、ああ、調べられる。ほい。ん？右腕を外す。うわっ。ああ、これはあれかな、さっきの向こうの扉の方で、その3つ全部目が閉じてるっていう状態だったよな。それに合わせるのかな。はおお。え、なんだ。なんだ。これはイーさんの過去というか、なんかあれなのかな、そのローズが生まれてくるあれ話してた。ああ、ハサミか。ハサミとかが必要かな。うん。よいしょ。これ手動かせるよな。な、指輪ついてんな。なんか、きったねえ指輪ついてんな、なんか。ふいと。血濡れの船で、で、何か。これ、ああ、さっきの扉か。で、口も調べられる。なんだこれ？ん？中になんか入ってるけど、取り出せないのか。よいしょ。まあ、とりあえずいいのか。で、これはミアを。これは、ミアの人形？うちみたいな、なんでこんなもん置いてあるんだ。ミアの主人だ。なんでこんなところに。違う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 。あれこれ。裏に何か書いてあるというわけでもない。まあとりあえずこっち行こうか。ああこれで指輪洗おう。そして自分の手についた汚れこの血も落とそう。もうちょっとイーさんの手なんか、うん、何、はい、なんでしょう。いや思ったけどよく上よく見たら結構やべえな。結構やべえな。で笑ったけどこれ調べるのかな。結婚指輪特に、あら、なんか書いてある。はい、052911、絶対これだな。 OK、 はい。でこれか、0552911、お肉いい。なんだそれ。ゴロアス、ゴロ、ゴロが、ゴロもクソもなかったな。はい。誰かいますか。あれ、誰もいない。誰もいないのに。開くなんて変な扉。入られる。入れるわ。なんだこれ。どうしてここに。あ、これ家にあったよね。そのイーさんの今住んでる家にね。よし。そういうことね。これは俺の
単純な記憶能力が問われるわけだ。恐ろしい。ちょっと待って、こっちかな。あ、これでいいんじゃない。成功、一発だ。当たるもんだね。意外と当てずっぽでやったら当てるもんだ。ピンセット。あ、じゃあこれあれか、口の中のあれを取り出す、取り出す。うん、それで、うん、すごい解像度荒いからすっげえ、なんの、なんか女性の絵なんだけど、それ以外特徴がねえ。それ以外特徴がねえ。よいしょ。で、この中にピンセットで、よいしょ。どうのか。ペラーフィルム、ん？また？またフラッシュバック的な？どういうことなんだ。なんかミアはなんかあれなのかな、イーサンになんか隠してることがあるのかな。あれ、ミア、あれいなくなっちゃった。おい、どこ行ったよ。じゃあなんかあれなのかな、そのイーサンに、ミアはなんかやっぱイーサンになんかあれなのかな、隠してることがあるのかな。で、なんだこれ、これはもうフィルムでしょ。何が順番かわかんないや。家族の記憶、ローズの一番のお友達よ、あの子のお気に入り、子供代わりね、私たちにとって何よりも大切なもの、祖母がくれた祝福の音色、イーサンがくれて永遠のは約束の証。んうん、まあこれか。で、イーサンがくれた約束の証。ん？ちょっと待ってね。あの子のお気に入り、子守歌代わり。これかな。で、ローズが一番大切。これで合ってるのかな？ん？どこ、ここ。井戸がある。ああ、井戸にはしごが続いてる。で、ゆりかごっていうのかながあって、で、その井戸にはしごがついてる。で、その下に映像はここで終わっている。あららら。急になんかポルタイガースが起きたな。そういうことなんだね。あ？え、なんで急に扉閉まった？なんで？てか、扉開けてたっけ俺。おー、これじゃん、欲しいもの。あ、じゃあこれで開けるのか。よいしょ。失礼しまーす。ん？なんだ？なんだ？なんだ？一瞬バグったぞ、今。はい、はい。はい、こちら、インサンウィンターズ。ミア、どういうこと？どういうこと？何を言ってる？え、どういうこと？え、なんだろうこれ。なんかこれはなんだろう、イーサンのその記憶の中とかそういうことなのかな、わかんないけど。で、こっちから蒸発。あれ、ミア、あれ、あれ、ちょ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 、あ、いない。お、あ、ここに吊るされていた腕が落ちたのか。あ、そうだ。で、これ取るのか。よし、ハサミ取ろう。だけど石膏ってこんな簡単に取れるもんなんだ。ん？またまたフラッシュバック的な？
なんかこっちから変な音だったな。なんなんだろうこれ。なんかあんのかな。なんかローズがミアはなんか隠してるのかな、やっぱイーサンに。でメダリオンをはめて、でこれは確か全部目が閉じてて、でこっちだったよね。失礼しまーす。あ、これさっきのあれだね、映画というか映像と同じだね。ユニカゴがあって、でこの下に何かあるんだろうな。降りていこう。さあ何があるかな。汚水溜まってんな。よーってなんか、え、気味悪い。これ何これ、さっきのミアの人形が。なあ、あ、あ、なに、あ、あ、あら、あ、え、赤ちゃん、え、赤ちゃんの鳴き声、なに。アイテムなんもないしな。まあとりあえず配電盤ってあれだよね、エレベーターのとこだもんね。なんかあそこで鍵開けてなんかあんのかな。ちょっと怖いからセーブ。ねえ、なに、なにこれ、え、うえ、ねえ、うえ、なにこれ、気持ち悪い。なんかこっちから、え、なんか鍵の方、えぐい方向曲がってるけど大丈夫。え、これ元だ、あれ、え、何、いや、なんか嫌な予感がする。セーブしときまーす。へその緒かな。だから、あ、さっき赤者の鳴き声したからこれかな。いや、ずいぶん長いな、へその緒。てか、でかくねえか、へその緒にしちゃ。あ、ビッグベイビー、ずいぶんでかい赤ちゃんだね。赤ちゃんにして、え、ど、え、え、こっち行くの、え、え、え、こっち、え、え、わからなかったよ。開いてる、ん、ひっくり返ってる、なんで、ん、こっちか。あ、開いてない。うわー、ベイビーが来てるぞ。こっちだ。ここにいれば大丈夫かな。今のうちにあれか、配電盤のあれ取りに行った方がいいかな。お、お、音が止んだぞ。いなくなったのかな。うわ、気持ちが悪いなこれ。あー、でこれにレリーフをはめるのか。レリーフ3つ集めたもんね、バイオセブンね、最初の館で。あれ大変だったな本当に。やっぱこうやってなんか吊るす野菜とか吊るすのかな、ヨーロッパとかそういう外国では、そういう 文化というかあれなのかな。洋服が飾ってある。ん？これドナなのかな、また。あ、ヒューズ。まあ、それは停電するよね。よいしょ。で、これをど、絶対、ん？隠れられる？ん？ ん？うん、絶対来るよね、これ。ん？あーららら。これあれか、エレベーターにつければいいんかな。お、ベイビーさん、ベイビーが再来したぞ。おうおうおう。これこのイーサンの情けない叫び声いいな。こっちからだ。よし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 。いや気持ちよ。思ったけど。
ここにマネキンの首落ちてんの怖いな。いやーなんか、気持ち悪いなこれ。え、これトラウマじゃないこれもう。いや気持ち悪いこれ。あ、こっち行ってるうちに急げ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 、今のうちだ今のうちだ今のうち。いや気色悪いな俺。あ、取れなくなってる。じゃあ遠回りするしかないってか。いやーこれ画面めっちゃ暗いな俺。気持ちが悪い。あー随分と血まき散らしたね。あ、なんだこれ。まあいいや、もういいや、もう触れねえ触れねえもうで、これにヒューズを入れるのか。あ、おーベイビー、おーベイビーベイビー、おーベイビーベイビーベイビー、早く早く早く、危ない危ない危ない怖っ、いや怖っ、いや怖っ、いやこれマジでバイ、あれじゃバイブ8ではトラウマじゃないこれマジで。ん、トラウマクラスじゃないあの赤ちゃん。なんだようるせえな。ん、なんだなんだ。じゃあこっからあれかな、まだドナーと会ってないから、ドナーと叩くことになるのかな。はい、ん、にえ、なんか人形多くない。行かないで、行かせないわ。まだ生きてるなんてすごいね。おおっと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 、お友達にぶち殺されちゃうからね。あ、あ、チェクター、命がけで探して、待て、だ、な、ん、ん、なんだ、私を見つけてごらん。どこ、ん、どこだ。こっちとかいるかな、いないか。ちょ、2回探してみるか。いや、気味が悪いな、これ。いないもんな。いた！し、ほら。ローズから生まれなきゃ、こんなことにはならなかったのに。負け者で。オーケー。オッケー、やることは分かった。見つけ、見つけたあいつにハサミぶさせばいいんだな。オッケー。いや、これ、ある、一定時間これ、見つけられなかったら即死とかあるのかな。いないな、どこだ。いや、これ、気持ち悪い。いるかな。いない。あ、いた。ローズは特別さ、なぜ、何せ自分の子だからな。そもそもお前子供じゃねえだろ、お前人形だろ、お前いるか、エレベーターとかにもいないか。見っけた、終わりだ。いや気持ちが悪い、終わりだこら。終わりだ。はあ、うわ、終わったのか。え、え、なんか、おお、鍵。なんだ。
フラスコ、フラスク、じゃあフラスコじゃない、フラスク。ここから出よう。よし、で組み合わせる。おお、シオクの胎児の鍵に奪われた。あ、戻ってきた俺の。ん？不気味すぎるだろ。え、だからこれがボスとしての押収品？いや、怖すぎる。いや、なんか換気アイテムとしてはなんかいいんだけど、怖すぎるでしょ。あ、そうだ、おい、両足。なんだろう、視点、なんか四貴族の中で一番弱い気がするんだけど、気のせいかな。よし、まあとりあえず行こうか。よし、行こう。おーし、こんなところも早く出てってやるもんな。なんかすげえな。なんかすげえな。あれ、消えてる。ここに落書きがあった落書き消えてる。なんだったんだあれ。よし、ショットガン、あれか、ハンドガン新しいね。なんか動作遅れてると、なんか、うんうん、よかった、戻ったわ。ちょっと俺あれかな、ハンドガン新しいのあったってことは、どこあれかな、ショットガンも新しいのあるのかな。欠けてるから、なんか欠けたもの、欠けてるからなんかそのそれに当てはまる。人形、人形、これ人形、ん、ん、人形じゃないな、これ人形、ん、ちょっと待って、人形じゃないよねこれ、人形でないですねこれ、人が吊るされてる。いや、人形吊るしてるよ、悪趣味な。あれ、道が変わってるぞ。どういうことだ、こっちから行くってことか。道がガラッと変わってら。おおー、スナイパーライフル、くしょー、なんか今いいよ。ん。そういうことね、敵が配置されていると。キーピックだ。ん、お、新しいショットガンだ。じゃあ、おっと、危ないな。あ、おい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 、いや、さすがにおいって。あ、待って、リロードしちゃった。勝たない。でもか、あ、ゲーム落ちました。なんてことがあったのでね、ゲームが落ちるという軽いハプニングが起きたのでこれはまずいね。先にこっち、やっとらないとダメだ俺。ワンスタックでまだか、勝てえな。狙いにくい。勝ったいな。あ、待て、よいしょ。ん、あ、あった。よし、なんてハプニングがあったので、ちょっと早め早めに、これと、動画終わりにしないと、これやばい。現実の方でやばい。
よし、もう一発分使って、よし、で消化とカットにこっち入れて、よし、これはなんかまずい気がするな。そろそろゲーム落ちるんじゃないか。怖っ、ゲームが落ちちゃったよこれ。本当に怖い、本当に怖いことが起きてる今俺。移動ハンドル回しとこう。よいしょ、回しておいて390もらっとくだけもらっとこう。 OK、 貴重の写真。あれこれ俺がなんか俺がたまたまの勘で見つけたやつやん。え、何、え、え、あ、これで組み合わせ、え、待って井戸からもう引き上げてきたものが頭だけって怖すぎるわ。ああ、あ、でここにセバル、お、炸裂弾、え、グレネードランチャー、あ、ああ、あの模型は次回、ああもう次にしよう。オッケー、もうオッケー、もう一回、じゃあもう今回はもう早めに終わらせるわ。では今回はね、ここまでしたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではお疲れ様でした。では失礼します。